呉市の海上保安大学校で旧海軍の遺構が見つかり、発掘調査の現場が一般公開されました。呉市が開いた説明会にはおよそ40人が参加しました。海上保安大学校では新しい学生寮の建設に伴う調査をしたところ、旧海軍の工場の遺構が見つかりました。市によると、当時この場所では火薬を使った兵器などが製造されていて、発掘調査でコンクリートの床や柱が見つかったということです。当時のやっぱり、なんて言うんでしょう、その情景を思い浮かばせることができるんで、ちょっと興奮しますね。呉とは切っても切れない海軍ですからね、やっぱりちゃんと知りたいというのはね、とてもあります。発掘調査は来月末まで行われ、その後調査結果の報告会が開かれる予定です。